私のとこ来えへんの、うん、なんであんたはいつも会えるような友達のとこ行くのみたいな感じじゃないの。ちょっとそれあるかもしれない。ほらもうアホなふりして聞こう、誰と付き合ってた。誰誰誰言えないよ。さあ小沢さん、はい、ダブル M ってどういうことですか。ド M で、はい、ドマグロなの。え？男でマグロ、マグロの M。 昔彼女にねえ麻酔打たれてんのって。俺まず始まりのあるやんゴング的なキスみたいなさ、はあ、キスぐらいします。あのねぶっちゃけたこと言うとキス苦手なの。ええだよお前。いやあなたの好きなロマンチックな世界にキスは必須でしょ。そうそうそう、だからチューは好き、ほう、ブチューが苦手。え、じゃあどうするんですか。さっき言ってたゴングが鳴った時のそのキスっていうの。だからゴング程度カーンぐらい。ほんまのゴング、これぐらいチューってやって、でそっからチューってやってやって、ツーなんか服脱がすとかこういくとかあるやんか、うん、ちょっと待って、もう忘れちゃって考える。ちょっと待って、どうしてんの。ダブル M やからもうチュッとしたらもうそのままスッと。でもほぼそれに近い、ほぼそれに近い。普通やろ。チュッとやってスーッとパラマウントベッドみたいなコーナー。そら小池くんはそうなったらさ、うわーなるで。うわなりますか、ね、なるよ、そう男やもん。これはそれギャップ知ってるからだよ。確かにこの顔で待ってこられたら女性マジピンチって絶対言うじゃん。そうや、女の子もちょっと警戒心ない、自分で言うのもないけどないっぽいでしょ、はい、まあでもすぐ仲良くはなれます。そう絶対なるよ、はい、せやろな、なるやん、はい、ほんでまあそんななんか家来ることになるやん、はい、まあなんかあれなんかさっきまでの小池徹平と違うみたいな、はいはい、さっきまでにこやかにやってたのになんか急に真剣になるなるなる、ほんでなってガッていくわけや。ほんな女の子が、え、どうしたの、ペペ君らしくないよって言われる。ペペ君が、俺だって男だぜ。俺もマジピンチやもん。